鈴木福の耳より広島。広島市民の皆さんに暮らしに役立つ耳寄りな情報をお届けしている鈴木福の耳寄り広島、キャスターの鈴木福です。今回の耳寄りな情報はこちらです。高齢者生き生き活動ポイント手帳か。ポイント数に応じて奨励金が支給されるんですね。これはちょっと気になるので詳しくレポートしてもらいましょう。福さんが気になるというこの高齢者生き生き活動ポイントについて広島市役所でお話を伺います。こちらの高齢者生き生き活動ポイントはどのようなものなんですか？高齢者の社会参加を促進するため毎年9月から翌年8月までの1年間に行った健康づくりやボランティア活動などの実績に応じてポイントを付与する事業です。1ポイントを100円に換算して最大1万円の奨励金が支給されます。対象になる活動は健康づくりや介護予防、特定健康診断等の受診、清掃や児童の登下校を見守りなどのボランティア活動まで多岐にわたります。中区竹谷町にやってきました。こちらではウォーキングで生き生きポイントをもらっているそうです。月2回竹谷町周辺を歩いている若竹ウォーキングの皆さんです。参加する前と今とで何か気持ち的に変わった部分ってありますか？そうですね、やはりね、なんかやっぱりなんか皆さんとね、いろいろこうやって話するのが楽しいです。じゃあみんなで今日も元気にっていう感じですね。こちらでは介護予防に効果があるとされる生き生き100歳体操も行っています。こちらもポイントの対象です。生き生き活動ポイントっていうのもこちらに通うともらえるじゃないですか、はいはい、その点に関してはどう思われますか？それはすごくいいことだと思いますね。それを励みにすぐ来て出され、これだけ貯まったのよとかいう人もいらっしゃるし、すごいね言うとすごく嬉しそうで、すごくいいことだと思います。励みになってると思います。今回はグループをご紹介しましたが、団体に所属しなくても広島市が所有する施設を利用すればポイントを貯めることができます。高齢者生き生き活動ポイントは健康づくりや地域支援に関わりながら貯めることができるというポイントです。以上、現場からお伝えしました。避難所へ GO は避難情報が発令されたときに最寄りの避難所へのルートを表示できるアプリです。その他にも様々な機能があります。大雨に備えぜひダウンロードをお願いします。アンケートによるとおよそ7割の方から活動を通して人と話す機会が増えたとか、暮らしの中の充実感を覚えることが増えたなど好評を得ているそうです。まだポイントをもらったことがない方も気軽に参加されてみてはいかがですか？ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で1名の方にプレゼントします。番組ホームページから応募してくださいね。ここをカメラで撮影するとおみくじが引けますよ。何が出ましたか？それでは良き1週間をお過ごしください。また来週。